ところで、先ほどから何度も話に出る鉄のものや銀のフクロウとは一体何者なんだろうか。すまない、きっと説明してくれているのだろうが、俺には妖精語は聞き取れなくて。銀のフクロウとは茨の国の各地で勝手に採掘行為をしているならず者集団のことだと言っている。銀のフクロウの団員は皆鉄の鎧を着ているから、我々は奴らを鉄の者と呼んでいると。奴らは突国からやってきて、断りなく我々の森を切り開き、山を崩し、資源を奪っていく。何なのだそいつらは。親父殿から聞いたことがある。かつて茨の谷を囲む雷鳴山脈では、貴重な魔法石や鉱石がたくさん取れたと。山が丸裸になり、住処を失った魔獣が里に降りてきて悪さをすることも多い。奴らのせいで妖精に数えきれない被害が出ているんだ。なに、なんと無礼な。リリア様率いる近衛兵たちは銀のフクロウをこの国から追い出そうと奮闘しているが、何せ奴らは数が多いから苦労している。許せん。そんな奴らは即刻追い出しましょう。一人で渋い顔したり怒ったり、忙しい奴なんだぞ。っていうかよ、セベクは妖精たちが何を言ってるのかわかるのか。完璧ではないが、大体は理解できる。彼らが使っているのは古い妖精語のようだ。あれ言葉なのか。俺様ずっと鳴き声だと思ってたんだぞ。妖精は種族によって言語も発声方法もまるで違うが、声に魔力を込めることで意思疎通ができる。現代では茨の谷でも共通語で話す者が多く、妖精語を使う者は限られているが、妖精語は誇り高く伝統ある言葉だからな。僕は昔祖父や母に習って覚えたんだ。俺も親父殿に習おうとしたことがあるが、俺の耳では言語として聞き取ることすらできなかった。僕の父も同じことを言っていた。そもそも人間の耳は他の動物に比べても可聴域が狭い。僕は妖精の血を引いているからな。貴様らが聞こえない繊細な音も聞こえるというわけだ。どうだ、すごいだろう。ならなんでおめえはそんな声ができんだぞ。